第16期舞の海女子オープン5番勝負第3局は明日に控えた西山智香女王にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで2連勝で第3局迎えましたけど、ここまでのシリーズを振り返っていかがでしょうか。そうですね、対抗系のシリーズになっていて、岡井さんの方にいつもこう工夫があって持久戦模様の展開になることが多いかなと思っています。前回の第2局から今回第3局まで5週間ほど空いたのですが、その点についてはどうお考えですか。そうですね、自分の中であんまりなかった経験かなと思っていて、一応いい形でこう過ごせた1ヶ月ではあったので、また新鮮な気持ちになっているというか、なんとなくこう第1局を迎えたかのような感覚でいます。今回第3局は神奈川県藤沢市の遊行寺で指されます。藤沢市の印象など何かありますでしょうか。そうですね、やっぱり大学がこっち側だったっていうこともあって、すごく電車に乗ってくる時から結構懐かしい気持ちでさせていただいたんですけど、やっぱりちょっと空気が変わるっていうか、なんとなく江ノ島も近いのもあって、穏やかな空気が流れてるかなっていう感じがしています。すごく好きなところで、はい、対局できて嬉しいです。最後に、今回の第3局についての抱負をお願いいたします。はい、明日は第3局ということで、一応その大一番がかかった勝利ということで、ただ自分の将棋が指せるように棋譜が出るような展開にできればいいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。